everyone. ダジャーハオ、こんにちは、渋沢浩です。ディベロッパーズダイアリーのプロローグとして皆さんに三国志シリーズについていろいろお話しできればと思います。1983年に信長の野望を出して、で次のタイトルを考えた時に、ぜひ三国志を、まあ、ゲーム化したいというふうに考えました。私と三国志との出会いっていうのは、まあ、子どもの頃に読んだ、まあ、三国志の小説と、それからその後大人になってから読んだ吉川英治さんの、まあ、三国志、それから、まあ、NHK で人形劇やってましたし、それから横山ミステルさんの漫画も面白かったですし、とにかくあの三国志にたくさん触れて育ってきたということがあって、まあ、大好きな織田信長のゲームを作った後は、まあ、次は三国志だなということを考えて第2作目にしました。好きな三国志演技場の戦いは、まあ、赤壁はもちろんそうなんですけども、五郎冠の戦いって好きですね。一番最初に劉備とそれから関羽と張飛が出てきて、まあ、デビューしたっていうところで、特に曹操が温められたお酒を関羽に勧めて、それでその冷えない、お酒が冷えないうちに海遊をもう一刀両断に切ってすぐ戻ってきて、温かいお酒を曹操たちと一緒に飲んだっていう、あのエピソードは大好きな、かっこいい、まあ、デビュー戦みたいなところがあるので気に入ってます。まあ、信長の野望をベースにして、人間ドラマを三国志の中では表現したいなと思いました。とにかく、それぞれ個性のある武将たちが、まあ、縦横無尽に、まあ、歴史の中で活躍していくっていう、まあ、その中に人間同士との絆っていうのがうまく三国志のストーリーの中で演じられているので、まあ、そういう人間ドラマっていうのをぜひともこの三国志のゲームの中で表現したいなと。それからその武将が活躍しますから、その中での人材登用によって、まあ、ゲームの奇数が決まっていくというふうなところも出したいなというふうに思ってました。特にですから国取りっていう要素の信長の野望の面白さから、武将の活躍する人間ドラマとしての三国志のゲームというところに重きを置いて第2作として作りました。三国志のシリーズももう第14作目になって、継続して続けているのはプロジェクトチームの中でのその三国志の面白さ作り、これメンバーが変わると必ず新しい三国志としての面白さをチームとして作っていきたいというのがありますから、まずそれを重きを置いて、まあ、そういうプロジェクトチームとしてのアイデア、お客様からのご要望、それから新しい技術、まあ、こういう3つを融合して年とともにどん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 それを吸収していって成長してきたというのが現在の三国志14につながってきていると思います。まあ、なんといっても35年もう初代から経っていますので、これは他の会社ではできない、当社の三国志だからこそできている面白さの蓄積の度合いであるというふうに考えています。三国志シリーズ最近力を入れているのは AI に力を入れています。武将の個性を AI によって実現していく、それによってダイナミックな三国志の世界を表現していくと、まあ、それがまだまだ完成の域には立ってないかもしれませんけれども、努力を続けて、まあ、他の会社ではできない三国志としての人間ドラマの面白さというのを AI によってより、面白くしていくというのをチャレンジし続けたいなというふうに思います。また三国志のストーリーとしての面白さをシミュレーションゲームで表現してきたのが三国志シリーズですが、まあ、三国志のストーリーの重さをアクションゲームとして表現したのが新三国無双のシリーズなんですね。で、まあ、いずれこれからいろいろなゲームジャンルとして三国志もチャレンジしていきたいなというふうに思ってます。それによって、まあ、例えば AR を活用するであるとか、今後新しく出てくる技術も三国志の中に入れながら新しい三国志を作っていきたいというふうに思います。海外でもおかげさまで三国志のシリーズが愛されているってことは非常に嬉しく思います。特に中華圏が中心ですが、最近はアメリカやヨーロッパでもこの三国志シリーズ、ロマンス・オブ・ザ・スリー・キングダムということで、
まあ、ストーリー自体も愛されてますし、また三国志のゲームとしての歴史シミュレーションゲームとしてのシリーズとして長く愛されているというのは非常に嬉しく思います。まあ、現実、当社の三国志シリーズの海外のお客様の比率というのが 50% をもう超えておりますので、常にその日本国内だけではなくて海外の三国志シリーズのファンの方々のことを考えて、ゲームを開発していきたいと思ってます。開発中の三国志14は三国志シリーズ35周年記念作品となります。まあ、三国志14に関してはたくさんのゲームファンの方々から期待をいただいておりまして非常にありがたく思っています。今回はより三国志のシリーズとして最高の作品となるようですね、プレイデータ収集版というのを今回事前にゲームファンの方々に楽しんでいただいて、さまざまな意見を頂戴してそれを最終的に三国志14の正式版としてリリースする際にいろいろ改善をしながら最高の作品にしたいというふうに考えています。いろいろ意見くださった皆さんにお礼を申し上げたいと思いますし、そのご期待に応えるべく現在頑張っております。よろしくお願いします。三国志14の具体的なゲーム内容については次回から越後屋プロデューサーから紹介をしてもらいます。